園芸教室の仲間と盆景を作って展示しております。今回のテーマは道です。阿蘇をイメージして作った盆景です。だんだん道を降りていきます。獅子落としが見えます。通潤橋をイメージして作った盆景です。五郎の滝も見えます。だんだん道を下っていきます。緑川ダムをイメージして作った盆景です。だんだん降りていくと民家が見えます。どんどん降りていきます。道を下っていきます。水前寺公園が見えます。熊本城をイメージして作った盆景です。なぜか水戸黄門が見えます。だんだん降りていきます。